埼玉県立松山高等学校は、旧制中学を前身とする埼玉県東松山市の県立高等学校。旧制中学から続く県立の男子校。通称、松高。文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール指定校であり、旧制松山中学校時代を含めた卒業生は2万人を超える。大正時代の旧校舎を移築した国の、 登録有形文化財である松山高校記念館が登校のシンボルとなっている。文部付きを見学の精神とし、生徒全員が部活動と勉学の両立に励む。スクールカラーは紫2015年度入試から普通科の募集人員は280名。理数科は従来通り40名。定時制課程は2014年3月31日をもって閉化。 制服は、爪襟学生部服。新流生を対象とした、応援団による効果や応援歌の指導。クラス対抗で行われ、教員チームも参加する。松山高校の文化祭。入場者数は、毎年4000人を超える、大イベント。中良祭り、2019年実施せず、翌年以降も実施しない方向。五夜祭の二日にわたって行われ、運動部、文化部、 PTA、有志などにより出展がある。校舎大階段横に設けられる特設ステージでは、ミスター・松子、水松子、早飲みクイズ、教員バンド、M1 グランプリ、カラオケなどの企画が行われている。五夜祭では、全国的にも珍しい打ち上げ花火があって、人気を博していたが、周辺に住む一部の住民から反対があったことなどを、理由に廃止された。 現在でも復活を望む声は根強いが、復活の予定は今のところない。また、例年2日目に体育館で開催される紫くんの集いは、応援団の演舞披露で毎年多くの観客を動員している。80メートルハードル、3段飛べ、砲丸投げ、フリスビー投げなどの陸上競技種目がある。もともとは学校のグラウンドで実施していたが、 2002年から市内の陸上競技場で実施している。クラス対抗の形式で行われ、埼玉県警のバイク先導により、引き軍の各地にあるポイントを15人でたすきをつなぐ。選手以外の生徒も時間管理や中継所の所要員、選手の世話などでほぼ全員が参加している。修学旅行、スポーツ大会、SS 立志講演会など、1年生に関しては、 生徒全員の加入は義務付けられている。ありがとうございます。